リセッションに強い米国株、リセッションに強い米国株メガ、景気後退期リスクを抑えながらもリターンを狙いたいですよね。米国の株式市場の現状とその動向をまとめると、景気が悪いニュースは実は良いニュースかも。景気後退でインフレが和らげば金利も下がりやすくなります。金利が下がると経済成長の後押しになります。でも7月の雇用統計が予想以上に悪く、市場が動揺、結果テクノロジー株が大打撃を受けた。 AI 関連株上がり続けていました。2000年代のドットコムバブルを思い出させる光景も。だけど今回は違う。今の AI 企業、例えば NVIDIA とか Amazon とか Microsoft は利益を出しています。ドットコム時代の赤字企業とは大きな違いです。ではどこに投資すべきか。私が注目するのは景気に強いヘルスケアセクター。景気に左右されにくく、高齢化や技術の進歩で成長が期待される企業です。具体的な銘柄はコメント欄にまとめましたので、今すぐ保存して有益情報ならぜひシェアしてください、ね、大事なのは利益を出している企業に着目すること。景気変動に強いヘルスケア企業はリスクが低い上に、技術革新でさらに強みが増しています。今後の株式市場で勝ち抜くためには、どのセクターに注目するかがとても重要。自分の投資先見直してみませんか。